モンテーニュ通りのカフェは2006年のフランス映画パリパックモンテーニュ通りを舞台にアートに携わる人々の人間模様を描く第32回セザール賞にて助演女優賞を受賞し他に主演女優助演女優脚本編集の4部門にノミネートされた公開前年に他界した大女優シュザンヌフロンの遺作で 日本語台にも掲げられた本作の舞台、モンテーニュ通りは、パリパックにある街路である。本作において、登場人物が工作するカフェは、演奏会、オペラなどを公演するシャンゼリゼ劇場の向かいに、一致している。シャンゼリゼ劇場正面入り口の向かって、右側には芝居を上演する、コメディでシャンゼリゼがあり、左側にはホテルが経営する、オークション会場がある。音楽、演劇、 絵画というパリが世界に誇るアートが集結した場所で、この作品はそこに携わる人々の喜怒哀楽のを描く。現代、フォトイルズ・ディ・オーケストラは土間の前の方にある劇中音楽を演奏する楽団に近い席を意味する。客にとってその席は細部が見えても全体が見渡せず、逆に演者は知人が見えるほど近い位置に座ると演じることに集中できないこともある。 日本で開催された2006年フランス映画祭では、現代をそのまま訳した、オーケストラシートの日本語題で上映された。アメリカでもその題名では通じがたいので、舞台となった大通りの名称はベニュー、モンテーニュの題名で公開されたが、ポスターには、通りの端から見えるエッフェル塔をフィーチャーし、フランスのイメージを押し出した。アカデミー賞の外国語映画部門のフランス代表となったが、惜しくも、 戦外となった。シャンゼリゼ劇場。正面入り口の右手にコメディで、シャンゼリゼ入り口、左手にオークション会場入り口がある。ホテルプラザアテネフランスでは2006年1月21日に、ラルプデュエズ映画祭で上映された後、同年2月15日に公開された。日本では2006年3月の第13回フランス映画祭2006と、同年10月の 第19回東京国際女性映画祭でオーケストラシートの台で上映された後、2008年4月26日にユーロスペースで公開後、全国順次公開している。ありがとうございます。